残した。サイドから小川、浮き球、ファーサイド競り合う、ゴール前、ヘディング決まりました、FC 東京勝ち越し。決めたのは4番の渡辺剛。追いつかれた直後、FC 東京、またしても前に出ます。いやー、すごくないですかね、今のは。ゴール